はい、ベンさんこんにちは。今回何か研究させていただきたいかというと、今話題となっている新型肺炎コロナウイルスに関してということで、これに関してね、武漢で入院中の日本人男性が、重篤な状態が続くということで、検査で陽性疑いという件に関してです。読売新聞、記事をさせていただいて、その後解説させていただきたいと思います。菅官房長官は29日午後の記者会見で、肺炎の症状で武漢市で入院治療を受けている、現地在住の60歳代の日本人男性について、検査の結果ね、新型コロナウイルスの陽性の疑いが高いと発表した。入院先の病院が再検査を行い、陽性かどうかを、最終判断するという。外務省によると、男性は16日に発熱し、22日から入院中で重篤の、状態が続いているということです。菅氏は、当該邦人の家族や中国側の関係当局と連携を取りつつ支援していきたいと述べたという件に関してです。これに関してです。だからまあこれに関してはね、やはりそのなんというか、中国政府ね、やはり全ての数はね、やっぱり正直に言ってないものもあると思うんです、これはね。その中で実際もっともっとやっぱり感染者が多いし死亡数も多い、これは事実かなって感じがします。日本人がこれだけ重篤になってしまって、これが亡くなってしまったら、やっぱ国際的な問題もなってくるものです。そして今、ある情報機関ね、外国の情報機関などが、調べている、いわゆる中国の武漢にある生物研究所、ここで生物兵器の研究が行われていた、という件です。これが例えばその後に結局海鮮市場がを発端としてとなってるんだけど、それではなくてという話が今ね、外国の情報機関からの、やっぱりその情報だと、出てるわけです。なのでそういった面に関してもね、やはり、国として中国ということで、いろんな問題が出てきているのが実情で、チベットの問題もそうですよね、ウイグル問題、そういった問題で、人権弾圧をしている。ただそれに関しては外国のいわゆる記者を入れずにシャットアウトしてね、そういったところを隠す、これがまさしく共産社会主義の体制なのかなって感じはしてしまうんだけど、そのところでやっぱりね、しっかりとやっぱり、そこら辺に関しては正直なところを述べていくのが必要ではないのかなって感じはします。それでないとね、やっぱり世界の、国々の信頼などを得ることはできません。ただでさえやっぱ中国人に対してやっぱりあんまり信用がないというのが世界の人々の、正直な答えです。これは私自身がね、今まで、93カ国渡航し、英語に関しては留学、長期留学で上級者です。その中で数多くの、ね、120カ国数十万人の外国人と接してきてね、やはり日本人は信用があるけど中国の人は信用ならないっていうのは、これが一般的な意見なのは事実です。これは国際的に活動してきてから分かる事実というものなんだけど、その中でまあいろいろね、出ているんだけど、例えばここのところでね、今コメントに出てるのがあるんだけどね、立憲民主党の石垣氏の発言に怒りと失望と出てるんだけど、今日の予算委員会で石垣氏の質問の冒頭にこんなセリフがあったということです。本来であれば新型肺炎ウイルスの件、自衛隊の中東派遣など我が国に住む人々の生命と財産に直結する問題を質疑したいところだが、政権の、陥落の衝動ともいえる桜を見る会を主に質疑する、これにね、野党の議員ら拍手を送ったそうだが、そんな悠長なことを言ってる場合かと呆れると、本当に悲しいというふうに言ってます。個人的には政府が帰国させた武漢の人たちを隔離せずに自宅待機でという対応にかなりの疑問符を持っているが、こうした質問をするのではなく、実際日本人が国内外で命の危険をさらしている、まさにその時に まだ桜の、ね、問題を行うという愚行をやっているのを驚いたということです。何もなければ やればいいと思うが、日本でも人々感染が発生、中国でも重篤が出ている中で本当に質疑すべきことあるだろうと言いたい。本当に情けないし悔しい思いでいっぱいだ。この意見があるわけですね。確かにね、やっぱりね、今の状況下においてはやはりその武漢においてね、駐在している人々がいて、チャーターを出して、やっぱりこれは邦人を救出することが先決なんです。国会でいわゆる桜を見る会、ということで、野党がこれに関してツッコミを入れてるんだけど、それよりも今優先することは何なのかということをしっかり考えていくべきだと思うんです。今やることは桜を見る会をやって、いわゆるその政権を引きずり下ろして、
自民党から議席を奪いたいっていうのがね、まあ根端がね見えてしまってるんじゃないかなって感じはするんだけど、それではやはりね国民の信頼を得ることができないんじゃないかなって感じはします、野党に関してね。なので、ここはしっかりと国会に関してはね、今やるべく優先すべきものをしっかりと考えていくことがやっぱり真の、ね、国会議員じゃないのかなって感じはするんです。そこら辺に関してはね、もうしっかりと、日本人のことをしっかりと考えてほしいなっていうのは、日本国の国会議員ではあれならば求めるところかなって感じはします。ということでね、まあ、本当にこの件に関してはいろんな問題があります。感染者、そして死亡者もこれからどんどん増えていくでしょう。そして日本人の、感染者も実際出ているわけですね。死亡する方も出てくる可能性がある。そうした場合にね、どのような感じでというよりも水面下でやっぱりこの感染者というのが増えていっている中で、日本がこれ以上感染者を増やさないためにはどうしたらいいかってことをしっかりと考えていく、これが重要じゃないでしょうかと、私は思うわけです。まあこの問題に関してはね、まだまだやっぱり2月インフルエンザと同じような感じかなって感じはするんだけど、いずれにしてもまだまだ続くと思います。その中で、中国政府が隠している、数値、まあこれもだん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 明らかになっていくと思われるんだけど、実際やっぱり中国の内部でね、いろんな人々から調査をしています。これは、中国の、人のね友達がいるとかね、中国内部に知人とかもしくは日本人が住んでる人に聞くと、やはり、北京、いわゆるその中国の政府が出している数字とはかけ離れているほど、いわゆるその感染者ね、が多いということを聞いています。なので、ここに関してはね、まずはまあもちろん日本人はレベル3ですから部下にやってはいけないし、ここに関してはしっかりとやっぱりね、危機意識を持っていかないといけないのかなって感じはします。ということで、この件に関してはまたね、新しい情報が入りましたら、解説させていただきたいと思います。